ハリスツイード認証ラベルハリスツイード記事100円ショップのダイソーによる商品ハリスツイードはスコットランドのアウターヘブリディーズ諸島発祥のツイード記事。バージンウールを使用して島内で染色、防石をし、職人の自宅で手織りされている。そしてハリスツイード協会によって決められた厳しい基準をクリアしたもののみ、ハリスツイードと認められる。 また認められたもののみオー部の商標が与えられる。一部で言われている、英国王室御用達及び、現在も鉄麦等の表記は、本国関係者に、確認の上、誤りと断定する。十字架をいただく宝珠の紋章は地球を表し、その起源は、領主であったダンモア家の家紋から取られた、古代、ゲール語の地名から、など諸説ある。王室御用達章制度が確立されている。 英国ではその定義は明確であり、たとえ愛用されている事実があったとしても御用達しを名乗ることはできないので注意が必要。近年、協会が定めた商標の使用に関するガイドラインから逸脱した不適切商品が日本市場で増え大きな問題となっている。ハリスツイード協会の代表者からのコメントによると、今後ガイドラインのより適切な運用を図るとともに、 不適切商品の排除のためには法的措置も辞さないとのこと。また、ハリスツイードはあくまでも生地ブランドであり、巷でよく言われる、コラボレーションという表現を、教会は認めていない。業界関係者はよく注意されたし、初夏にスコットランド本土で育った羊の毛を刈り上げる。ハリスツイードの特徴でもある、混じり気のないバージンウールが使用される。洗浄された後染色され、 主なツイード製作者の工場へ運ばれる。染色されたウールと白いウールを、所定の割合を測り、正確な製法で完璧な色合いを出すために、配合する。機械の間で混ぜ合わせ、素面される。防石された、柔らかい糸が折ることができるようにねじることで強度を、増す。その糸をボビンに巻き取る。縦糸を一束にまとめ大針に巻き付け。 縦糸と共に食工に届けられる準備ができる。すべてのハリスツイードは各食工の自宅で足踏み食器によっておられる。汚れを取り、シワを取り切り揃え完成。オーブの商標をツイードにつける前にハリスツイード協会によって検査される。ありがとうございます。